こんにちは。歴ショックです。今回は、藤原の兼家の妻で、かげろう日記の作者、歌人としても知られた、藤原の道綱の母の生涯について紹介します。道綱母は典型的な玉の輿に乗った女性で、若い頃は道長の母、時姫から略奪するように兼家の寵愛を受け、兼家の妻として上流階級との交流を楽しみ、時姫の神経を逆なでするなど、成り上がり者の悪い部分も見せていました。しかし、兼家の興味は別の女性に移り、兼家を独占できない中、正妻の座は天皇の妃を生んだ時姫に移り、次第に道綱母は兼家との関係もこじらせていき、ついには出家騒ぎまで起こすなど、苦悩の日々が続きます。ついには自ら兼家との関係を解消し、実質離婚状態となり、余生を息子道綱への愛に捧げ、一族の今後のために兼家との結婚生活をかげろう日記にまとめ、正妻の座を争った時姫が栄華を極めるのを遠くから見つめていました。今回は、兼家との結婚生活が人生の全てであったがゆえに、兼家との関係に頭を悩ませ続け、兼家を待ち続けるしかない苦悩を綴ったかげろう日記で平安時代の女性の実態を現代に伝えた、藤原の道綱の母の生涯について紹介します。身分の低さゆえに、兼家の失礼な求婚にも抗議できず、藤原の道綱の母の出自。藤原の道綱の母は、生年ははっきりしていないものの、結婚時期から936年頃の生まれと推定され、諸国の国司を務める頭領僧の藤原の友康の娘として生まれました。夫、藤原の兼家の7歳ほど年下で、兼家の正妻で藤原の道長ら3兄弟の母にあたる時姫より少し年下とされます。藤原の友康も、兼家らと同じ藤原北家の出身で、関白を務めた藤原の元常の弟、高常の孫にあたるものの、高常は小心の下止まりと元常と差をつけられ、友康自身も小心の下止まりでした。道綱母の兄弟も地方の頭領止まりと、一族は朝廷政治の中枢には関われない典型的な頭領層にありました。ただし、父友康や弟の長吉は勅撰和歌集に歌が再録されるほどの歌人だったほか、菅原の高末に嫁いだ妹の娘は更科日記の作者となるなど、一族には文才に秀でた者が多くおり、道綱母も数々の和歌や陽炎日記における文才を幼い頃から身につけたと考えられます。やがて、道綱母が18歳の954年に、当時は従五位の下右兵衛之助だった25歳の兼家が、道綱母に求婚に訪れました。兼家は、当時右大臣だった藤原の諸助の御曹司であり、当時はまだ頭領にすらなっていない友康の娘の道綱母とは劣気とした身分差があったものの、美人と評判だった道綱母の噂を兼家が聞いて求婚に至ったとみられ、道綱母は一躍玉の輿に乗ることとなります。兼家の長男、道隆も、後に下の身分の女性を妻としますが、道長は格上の源の智子を正妻としており、道長の息子、頼通の時代には、男はどんな妻を持つかで評価が違うと言われるほど身分が固定化されることとなり、道綱母の世代は玉の輿が狙える最後の世代でもありました。ただし、一般的には、女房などが両家の意向を探りながら歌などを交わし結婚は進められるにもかかわらず、兼家はこの身分差ゆえ、友康に直接結婚の内諾を得て、一般的な手続きを経ずに強引に結婚を進めていきます。一応、形式的に兼家から求婚の歌が送られることとなり、幾人の男性の求婚を断ってきた道綱母は心待ちにしていたものの、その期待は裏切られることとなります。兼家は、道綱母が自分を待ちかねていることをいいことに、ロマンチックさのかけらもなく義務的に求婚し、手紙もあり合わせの紙に汚い字で趣のない歌を一首載せるだけのもので、大作を頼んで形式すら整えない適当さに、道綱母は痛く不満だったと言います。しかし、不満に思っても兼家の求婚を断る選択肢はなく、道綱母は素っ気ない変化を自ら送りましたが、この時代、変化を送ること自体が承諾を表していました。対等な関係ならば、返事をしないか女房に大作を頼むかするところを自分で返さざるを得なかったところに、兼家に身分で劣る道綱母の立場の弱さが出ています。
そして和歌の贈答を中心とした3ヶ月の交際期間を経て、36年にわたる道綱母の人生のすべてと言ってもいい兼家との結婚生活が始まりました。道綱母は兼家にとっては道長ら3兄弟を産んだ時姫に次ぐ2番目の妻でしたが、当時一般的だった3日間の通いを経た正式な結婚でした。兼家は最初の頃は頻繁に道綱母の元に通っており、道綱母は当時はまだ長男道隆、長女東子しか設けておらず、同等の妻の一人でしかなかった時姫から略奪するかのごとく兼家の寵愛を獲得しています。しかし結婚した954年の10月に父の友康が陸奥守に任じられ、5年にわたり京を離れることとなると、道綱母の環境は大きく変わりました。それまでは宮中で兼家と顔を合わせる友康が兼家に娘を訪ねるよう促すことも可能でしたが、友康の陸奥行きにより訪問は兼家の気分次第となってしまい、道綱母はただ兼家を待つしかなくなったのです。さらに兄弟も家を出て行き、婿を取った姉妹も夫側が身分の高い兼家と相婿になるのは気が引けると自邸に妻を引き取ってしまったこともあり、道綱母は屋敷に一人ぼっちとなり、兼家の来訪をひたすら待ちわびる生活を送ります。そんな中、道綱母は結婚翌年の955年に兼家の次男となる藤原の道綱を出産しました。これにより長男長女を設けていた時姫に次いで妻としての地位を確固たるものにしましたが、有力貴族の妻の地位を謳歌する道綱母はやがて有力貴族の妻としての苦しみに直面することとなるのです。夫の愛を独占できない中、嫉妬に狂い続ける、他の妻との確執。結婚から1年が経ち、道綱も生まれた955年9月頃、兼家は新たな妻として町の工事の娘を寵愛するようになり、道綱母は夫の浮気を町の工事の娘宛に書いた手紙を兼家が道綱母宅に置き忘れたことで気づきます。当時は一夫多妻は当たり前だったものの、道綱母は拗ねて兼家の来訪を無視し、兼家が町の工事の娘邸に戻ったところに百人一首にも選ばれた有名な歌を送りつけました。956年には兼家はすっかり町の工事の娘の屋敷に居ついてしまい、道綱母は同じく来訪が途絶えた時姫に対し、同じ境遇の仲間として親しげに歌を送っています。しかし時姫にとっては兼家を略奪したのは町の工事の娘も道綱母も同じであり、怒ってそっけない返事をしており、その後も道綱母は時姫の気持ちを察することなく、神経を逆なでする手紙を送っては時姫に大人な対応で拒否されていました。957年には町の工事の娘が出産するに至り、道綱母の屋敷前を兼家の車が素通りするのを見て来訪が激減した道綱母は、他の道があるのにわざわざ自分の屋敷の前を通られる屈辱で死にたくなると書き残すほどでした。道綱母の町の工事の娘への嫉妬は激しく、やがて町の工事の娘の元へ兼家の訪問が減ると、自分が味わった辛さを味わうがいいと書き、子が幼くして亡くなった時は、子を亡くした分だけ自分より苦しんでいると思うと胸がすっとしたと語るほどです。この後、兼家は新たに源の兼忠の娘のところに通い始め女子を設けますが、兼忠娘は自分の妻の地位に影響しないと考えたのか、町の工事の娘の時のような嫉妬は見せていません。一方、道綱母が同じくライバル視する時姫は、道綱母が道綱を設けて以降子供を産まなかったのに対し、何度も兼家が自分の元から離れていく中でも、961年に道兼、962年に秋子、966年に道長と計3男2女を設けており、妻として道綱母を引き離していきます。それでもなお兼家の正妻の座は確定していなかったため、道綱母は鴨祭りの見物で車が向かい合わせになった際、決して目上の人には行わない上の句だけを送り、時姫に下の句をつけさせる和歌の贈答を行っており、なおも対等な立場にあろうとし、時姫の怒りを買っていました。この頃の道綱母は兼家の妻として一途良の娘の身分の時は雲の上の存在だった。皇族や上流貴族、その妻子と歌のやり取りなどを通じて交流しています。こうした交流は、成り上がり者である道綱母が上流階級の人々と対等に交流すること自体を楽しんでいた一方、
時姫との差を埋めるため、自身の文才を持って有力者と繋がろうとした側面もありました。しかし、中には金家妻からの手紙と聞いて時姫宛に返事をするという、未知の母にとっては屈辱的な出来事も起こっています。金家も、散々別の女のところに通い未知の母を怒らせながらも、いざ会うと未知の母の抗議を軽く受け流し、陽気に冗談を言うといった具合で、未知の母としても憎むに憎めない相手でした。966年には、金家が未知の母宅で突然食中毒に苦しみ、未知の母も自邸に運ばれる金家を心配して、通常女性が男性宅を訪れることは滅多にない中、初めて金家の東三条殿を訪れていますが、この訪問が未知の母が東三条殿を訪れる最初で最後の機会となりました。未知の母は、967年末には、金家に東三条殿の隣の屋敷に呼び寄せられ、同居とはいかないまでも金家の妻としての地位もだいぶ上がってきていましたが、968年には、時姫の長女、東子が霊聖天皇に受胎を果たし、未知の母と時姫の差は明確なものになります。しかも、なおも時姫と対等であろうとした未知の母と、出しゃばる未知の母を疎ましく思う時姫の感情が従者にも伝染し、物理的な距離が近くなったこともあり、従者同士が対立し乱闘騒ぎにまで発展してしまいました。さらに、この事件の直後、東三条殿が金家の叔父の藤原諸忠に打ち壊される事件が起こり、これを機に金家は、将来的な娘東子の里帰り出産にふさわしい大邸宅への改装を始め、未知の母は、時姫との一件があったことで、工事を理由に離れたところへ住まわされてしまいます。この後、未知の母は、実家を改装し転居し、金家の新居への招きを待っていたもののついに呼ばれず、一方で時姫は、970年に新居に呼ばれ、金家正妻の座をめぐる両者の争いは完全に決着がつきました。970年頃からは、金家は新たに近江と呼ばれる女性のもとへ通い出し、近江はやがて娘安子を産み、東三条殿に呼ばれ、大能御方と呼ばれるようになります。34歳になっていた未知の母は、人生のすべてだった金家との結婚生活が有名無実化しプライドも傷ついていく中、次第に心を乱していくこととなるのです。正妻にはなれない現実を突きつけられ、苦悩の日々を送る。藤原の未知の母の後半生。金家の来訪頻度は激減していき、たまに来訪があっても、未知の母は来訪を心待ちにしていたにもかかわらず、いざ金家を目の前にすると、日々の不満をぶつけたり拗ねて一切話さなかったりと、関係はどんどん悪化していきました。それでも金家は、この時期元服した息子未知の面倒は見てくれており、未知は東三条殿に出入りし、金家から宮中の作法を伝授されたり、有力貴族と相つながりを作っています。一方、未知の母は、息子の成長に期待しながらも、自分の金家の妻としての上がり目がないことは悟りつつあり、この頃から、ただ金家の来訪を待つのではなく、頻繁に各地の寺社を参詣するようになります。この参詣には、時姫の正妻の地位が確定し気持ちが沈む未知の母を慰めるために、父友康が同行することもありましたが、未知の母の苦悩は募るばかりで、971年には、ついに未知綱を連れ出し出家しようと、般若寺にこもり始めてしまいました。今まで未知綱母が拗ねたり文句を言ってきても軽くいなしていた金家も、時姫に継ぐ妻として世間にも認知されていた未知綱母が出家してしまっては世間体が悪いと、自ら寺に迎えに来ています。しかし、未知綱母は金家を待っていたにもかかわらず、いつものように突っぱねて帰らせてしまい、かといって本気で出家する気もなく、一月後に再び訪れた金家に連れられ帰郷するありさまでした。以降、未知の母はすっかり気落ちしてしまい、金家の来訪があっても40歳近い衰えた自分の体を晒す恥ずかしさに耐えられないと語っており、かつては金家の正妻の座を目指していたのが、金家の妻にふさわしくないと思い悩むまでになります。金家の新しい妻、近江にも嫉妬は見せたものの、かつての町の工事の娘に見せた激烈な感情からはほど遠く、より一層息子未知の成長ばかりを気にするようになり、未知の恋愛のための和歌の大作なども精力的に行っていました。そんな中、
道綱母はこの時期、源兼忠死後、没落して兼家の前から姿を消し、近江で貧乏暮らしをしていた兼家の妾、源兼忠娘の娘を偶然発見し、自身の養女に迎え入れています。かつて時姫と道綱母の待遇を分けたのが、樹大氏王子を生んだ女子の存在で、道綱母も女子を身ごもることを祈願していたものの叶わず、十数年越しに当時の願いを叶えた形です。この養女を兼家に対面させると、存在を忘れていた兼家も興味を見せ、その後もたびたび道綱母に手紙を送って養女の様子を尋ねるようになり、完全に離れそうだった兼家との関係を養女を通じてつなぎ止めました。道綱母も、養女を時姫の娘、明子と対面させるなど少しずつ貴族社会に馴染めるよう育て、中途半端な男からの求婚は門前払いするなど、栄達するよう自分の持てる限りを道綱同様継ぎ込んでいきます。養女の縁でたびたび兼家の訪問を受けていた道綱母でしたが、それでも兼家への屈折した思いは消えず不愛想な態度をとってしまい、973年には自ら兼家の元を離れる意思表示として、それまで住んでいた実家から父の屋敷へ移りました。これにより兼家の訪問はいよいよなくなり、装束の仕立てなどは頼まれるものの、実質的には離婚状態となります。しかし面白いことに、道綱母の離婚を聞いて、弟兼家と対立し兼家を冷遇していた太政大臣の藤原兼通が、道綱母の美貌を聞いてか兼家への当てつけか、道綱母に求婚しました。道綱母自体は兼家を嫌っていたわけではなかったため、そっけない歌を返し、兼通が変化に困っているうちに話はなくなっています。この後は、道綱や養女の話が陰陽日記に記されていますが、兼家との結婚生活が人生の全てだった道綱母は、974年、38歳の時の出来事をもって日記の更新をやめており、その後20年以上の余生についてはほとんどわかっていません。977年には父の友康、980年にはライバルの時姫が亡くなりますが、兼家は政敵兼通の死後右大臣となり、次女明子を入内させ、明子は980年に遠流天皇皇子を出産しており、死してなお、時姫の名声は上がり続けていました。もっとも、道綱母は、時姫や明子を恨むことはなく、息子の道綱や養女の出世にもつながることから、安仁親王誕生の祝いに和歌を兼家宛に送っています。今までの人生を振り返って陰陽日記をまとめ始めたのもこの頃だったと推定されており、藤原氏トップとの結婚生活の模様を藤原氏と結婚する親戚の娘のために書いたとされます。やがて兼家は一条天皇の摂政、太政大臣として位を極め、990年に道綱母に先立って亡くなりました。道綱母は兼家と時姫の子、道隆が995年5月に亡くなった後、道兼が亡くなり道長が政権を握る少し前に、59歳前後で生涯を閉じました。道綱母は、勅撰和歌集に複数歌が選ばれるなど、貴族の妻としては満足いかない人生だったものの、歌人、文人としては生前から評価されており、現代までその名は語り継がれています。紫式部のように宮中に仕える女房ではなく、生涯を通じて家庭にあった人物が歌人として認められることは珍しく、ある意味では高官である兼家の妻として重んじられていなかったとも言えます。ですが、歌人にふさわしくない境遇にありながらもこれだけ評価されたことは、道綱母の才能がずば抜けていたと言ってもいいでしょう。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。